所得別階級に開催せよという、日本はすでにもう完全に階級社会になっちゃってんだから強制知力と言っていいのかなそのネットで調べてなんか知ってることをあっと述べると損壊知らないことは全く知らないし調べようとも思わないっていうのを含めての強制されたメガネで強制された視力みたいなもんだよね。 えーまあ、日本全国ではですね、成人式が、まあ、いろんなところで開かれてるんですけども、去年から成人年齢が18歳に引き下げられたので、成人式どうするのかって割とね、実地体ごとにばらつきあるみたいなんですよね。で、大体は従来通り20歳になった人を集めて、20歳の集いっていうですね、なんかそういう名前で成人式じゃないんだけど、似たようなイベントをやってるのが多いみたいなんですけども、 えー、おまけにですね、あの、現在では成人の日はですね、1月の第2月曜日になったんですけど、ちょっと前まで、1999年かな、20世紀の、まあ、終わりの方までは、1月15日になってたんですけどね、僕も1月15日、 世代なんですけども、成人式行ってないです、えー。成人式っていうとですね、毎年のようにですね、ニュースに流れるのが、まあ、荒れる新成人ですね。あの、まあ、一部のですね、マイルドヤンキー的なというか、まあ、はっきりヤンキー的な人もですね、式典中にヤジ飛ばしたりですね、会場の周りでおらついたり、 まあ、そういう風景が、まあ、あの、季節の風物詩みたいにして、よくテレビのニュースで流れてましてですね、僕も毎年のように、あの、ええー、月曜から夜更かしてで,ですね、楽しみにしてみると。あの、夏は、あの、なんだろうな。<laughs> あの、湘南の海岸の方でおらついてるですね、イルマから来たですね。<laughs> なんか、ものすごいちっちゃい海水パンツ履いたような奴らを見て笑い。そして、お正月は、ええー、主に九州の方にまだ生息してらっしゃるですね、えー、新成人の派手な、なんか羽織とか、 袴羽織だ、袴はかまハッピューだんだかを見て笑いというのをやってたんですけど、もうね、最近ないですね。まあ今年はそんなですね、えー、アレル成人式についての動画、ちょっと短めですけども、えー、緊急配信します。次ですね。はい。いや、あの、これちょっとあの、今週気になったニュースで、ちょっとね、やや古いやつなんですけども、 えー、荒れる成人式について、えー、論客3人の意見というやつですね。えー、成人式を所得階級別に開催せよというですね。で、成人式で暴れたやつばっかり10%が参加してるっていうのと、あと、成人式が荒れるのは大人がこびるせいだっていうふうに話してるんですね。えー、3つとも面白い意見です。まあ、詳しくはですね、リンク先を見てください。で、3番目から行きましょう。成人式が荒れるのは大人がこびるせいだと。つまり、えー、成人式っていうのはですね、その、なんだろうな。 いつの世でもなんか若者っていうのは騒いだり目指したり使ったりするのが当たり前だから、そこをお客様のように、えー、新成人に接してるから、大人がそういう態度を取らないからですね、バシッと言わないからですね、あの、ダメなんだと。これは、いわゆる、 あの、そんなの所詮甘えだよってやつの逆バージョンですね。何でも大人が悪いっていうふうに言う問題なんですけど。まあまあ、俺あんまり好きじゃないんですけど、そういうふうな意見もある、あるでしょう。で、2番目は、成人式で暴れたい10%だけが参加してるっていうのは、これね、あの、各都道府県市町村ごとに、成人式に実は参加する人数っていうのは、もともと、例えば、あの、二十歳になる人がですね、 2万人いる都市でもですね、実は2000人ぐらいの会場しかないと。成人式はみんなが参加できるのだと言いながら、実は野球場みたいな、なんだろうな、本当に成人が全部参加するところでやってるところがもうないと、ほとんど。 そうじゃなくて、もともと10人に1人とか20人に1人しか来れないようなところでやってんだと。じゃあ、そこに来る奴はどんな奴なのかっていうと、まあ、騒ぎたい奴とか、もしくは騒ぎを見に行きたい奴。それはもちろん、真面目に成人式祝ようとか、うちの、あの、地方の成人式まともでいいなと思いながら行く人もいるんでしょうけども、 もうこんなに成人式が荒れてる荒れてるって報道されてんだから、来る奴はもうどこのバカがどんなこと知らすするだろうかとか、何もなかったら何かエピソードが語れないとかですね、ひどいことがあったらひどいやめてほしいってツイートしたい奴とか、そういうような奴ばかりが言ってんじゃねえのっていうのは2番目の奴ですね。まあ、それはその通りだと思います。で、 まあ、あの、ニコダモのゼミっていうのは考え方っていうのをいろいろあの話すところなんで。じゃあですね、えー、どういうふうに考えるべきかということで、解決案を出してるのが一番目でですね、えー、所得別階級に開催せよというですね、日本はすでにもう完全に階級社会になっちゃってんだから、どうせあの、こんなところに、えっ、ー、とね、なんで成人式が荒れるのかっていうと、実は日本っていうのは小学校、中学校では、 階級が変わってもですね、階層階級が変わってもですね、同じ学校に行くのが多いと。ね、小学校だけはあの、公立に行ってるとか、中学までは公立っていうのはいくらでもいいんだけど、そっから先は成績によって、もしくは家の金持ち度合いによってみんなどんどん学校が変わりますよね。で、それが成人式っていうのがですね、もう本当に一回バラバラになって階層ごとに分かれちゃった人たちが久しぶりに会うパターンなんで、 え、恵まれないやつ評価されてないやつであればあるほど、今ここで生涯の思い出を作ろうとしてしまう。つまり、いい大学に行ったやつとか、なんかなんだろうな、いい目見てるやつに対して、俺たちだって生きてんだぜっていうふうになっちゃうのは当たり前だ。だからもう思い切って階級ごとにしてしまえっていうですね。ま、これ、極論、極論であります。極論であるんだけども、あの、もうここまでするんだったらですね、成人式なくてもいいかな。 って思うんですけど、いや、成人式これまであったんだから、亡くなったらかわいそうというのは、そりゃかわいそうはあるはあるんだけども、可哀想って思うんだったら自分たちで自主的に開けばいいだけですよね。なんで公的資金を投入してですね、市役所とか区役所とかですね、もしくは東京都が開催しなきゃいけないのかって言ったら、そんなもん自分でやりゃいいだけのことであって、もうすでに、なんだろうな、 あの、成人式っていうのを公的なものでやる時代っていうのは終わっちゃって自由な時代になったから荒れるんだっていうのはですね、僕はあの、ごあの今回の実は落としどころだったと思います。かつては、なんだろうな、偉い人が来て前で退屈な話をしてもそれを聞くのが成人式だみたいな関係性があったんだけど、その関係性がなくなっちゃったからもう成人式って本来成立しないんですね。で、成立しないのに、 やっちゃってるからどんどん困ったことが起こる。困ったことが起きるからやめればいいんだよって。それで可哀想とか辛いと思う人はそこから自分たちの成人式を作れば、ああ、どんなに同年代を集めたら荒れるのかっていうのがですね、自分たちの責任できますから、<laughs> あのー、成人式、俺たちの成人式がなくなって悲しいっていうぐらいだったら自分たちで成人式やればいいだけのことでありますというふうに、ちょいとですね、僕は、 あの、エモン的にですね、やりたいやつが、あの、自分責任でやればいいんじゃねえかと、冷たく思いました。<laughs> もう俺57だもんね。<laughs> はい、お疲れ様でした。まあすいません、あの動画を見てですね、私はこう思うという意見がある人ですね。あとね、 みんなのちょっと成人式の思い出もですね、知りたいんです。僕はもう最初に言いました。成人式は何もなかったです。多分ね、大阪市のね、住吉区の区役所であったはずなんですけども、あの、行ってないからわかんないです。えー、皆さんの成人式の思い出もですね、教えてください。えー、岡田先生が今大学生だったら何しますか今大学生だったら何しますか大学行かないですね。 大学行ってる時間もったいないから、まあ、大学に行くとしたら、大学に行ってる四年間猶予を与えられたと思って。その間に、生涯自分が食っていく仕事を探しますね。その意味では。あの、山賀君の青い炎の中に出てくる山賀君の、大学に行ってる最中に。俺は一生食っぱぐれないを探すというのは、大変正しいですね。あの、大学生だったら、なんだろうな。 僕はあの大阪芸大で教えてるんですけど大阪芸大に限らず日本中の大学どこでも真面目に大学行ってたら3年生4年生になったらちゃんと就職できてそれから食えると思っている人たちがやっぱりどん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 えらい目にあってるのを見てるんでですねうんそうですね大学に行って真面目に成績いいのを取ってレポートちゃんと出しててそれで就職できるのはいわゆる東大京大半大。 名古屋大でも怪しいいででですすねと。あと一橋、早稲田慶応までじゃないですか。それ以外の大学の人は早稲田慶応もちょっと微妙なんですけどもそれ以外の大学の人は、えー、大学に行ってる間に何でしょうね自分の食い縁を考えないと学校行ってたらちゃんとした就職があると思わない方がいいですよね。別にあの大学って就職予備校でもないですし就職あっせん書でもないんですよ。あの なんだろうな運転免許の学校行ったら免許をくれるような指導をしてくれますけども学校はそうじゃなくて研究機関でもあるわけですからあ,のあそこ行ったらですね楽しい4年間のホームルームがあると思っといてください。自自分分でで食いいいいいぶちは自分で出た方あの稼いだ方がいいと思います、ね。医学部ならいいんですけどいや医学部ね最近危ないんですよっていうのは医学部出たら確かに職はあるんですね。つまり 安い給料でこき使われる医者にはなれるんですけども医学部に行って医学部を卒業するまでのコストですねあの教育コストを考えるとやっぱりペイしなくなくってきてきる。もう歯医者とか本当にダブついてますし親が歯医者やってないとあの歯医者新しく始めてもそれまでになるまでのコストが高すぎる。まあ ブラックだなという意見もあるんですけど僕はあの学費が高すぎると思ってますしあの教育にお金がかかりすぎてるのがま,あまずい現状じゃないかなと思うんですけどそれを考えると日本の大学はもっともっと潰れた方がいいというですねまたあの怒られる話になってしまうんでですねまあうーんそうですね。なので今大学生やったら何しますかと言われたら大学生ということは、えー、就職予備校生なので。 え一生懸命ですね就職口というかあの仕事を探すと思います。4年間の猶予が与えられてるんだから何したいかもし何も見つからないっていうんだったらいろんなバイトやって生涯できるバイトをさっさと探すように考えた方がいいと思いますね。おおニートになってくれ俺の仕事がなくなる。なかなか冷たい言いその分もっと学生に小遣いをやって地域経済に貢献させろ。ああ。 学生に小遣いねこれあのバイトしたことがない学生が結構いることの方がショックなのでせいぜいバイトしてほしいと思いますけどね、まあ、親としてみりゃ百何十万の学費払ってバイトとかされるよりは勉強してくれって思う人もいるんでしょうけども勉強してもあまり役に立たないので本当にに年間ののうちに自分の仕事を見つけてくださいここで誤解があっちゃいけないのは。 自分のやりたいことを見つけてくださいって俺一言も言ってないです。やりたいことはどうでもいいです。そうじゃなくて食いぶちを探しましょう。で食いぶちの中からやがてやりたいことが三十歳までに見つかるのでまず食いぶち見つけてその中からやりたいことをやりたいことが自分を選んでくれるんですよ。なんでしょうねあのどんな仕事をやってもあこれ俺の天職かなっていうのが来る時がある来ない仕事もありますけどだからいろんな仕事をやってきてやりたいことが自分を選んでくれるのをまあ 待つっていうのがですねポイ、ポイントだと思いますね。意外たい話だ、意外たい話、すいません、この辺にしときましょう。えー、最近の子供はバカですね、十代の女性です。ええー、十代女性、ヤムチャさん、ああ、十代女性、ヤムチャね、なかなかいいペンネームだね、えー。よく最近の子は賢いと言われることが多いのですが、私はそうは思えないのです。 ほうほうそれは私が若いからではなく逆に最近の子は頭が悪いと思ってるからです最近の子が賢いと言われる理由は多分ネットでいろんな知識が流れてくるからでありただ他人の考えを暗記して話してるだけのように感じますほうほうほう他人の考えを暗記して話すだけで褒められてるので自分で考えることを知らず知識の範囲外の話になると途端にバカになってしまう子をよく見ます。実際 IQ の平均は上がっていませんほうほうほう IQ の変化昔と比べて上がりも下がりもしたまあこれは有名な話ですよねこのまま考えることを、えー、知らない子供考える習慣がない子供が大人になれば社会は衰退し質の悪い国になってしまうと私は思うのですが岡田さんの意見を聞きたいです正直このまま衰退するなら私は日本を出たいですうーん衰退するかどうかは関係なく日本は出たいと思うんだったらば そういう理由づけ関係なくあの一回出てみるのもまあおすすめだと思いますけども山、えー、ちゃんさんの言ってることをですね、えー、最近の子は頭が悪いかそういう傾向があるかどうかは別としてまず頭のいい悪いという能力に関して考えてみると、ね、頭がいいか悪いか最近どうなってるのかって考えるとちょっと。 考えがねぐらついちゃうから別の例で考えてみようと思って僕ね思ったのがあの視力に関して比べてみたらどうかなと思ったんであの人類の視力ってえー、っとね変な言い方だけど人類の視力はこの100年この50年特にこの10年ぐらいで劇的に下がってると思うよね。で日本人のメガネ率も。 あの昭和30年代の写真とかを見ても今ほどメガネ多くないんで,で今もうかなりメガネ多いでしょ8割ぐらい下手したらメガネなんだけども、えーまあまあ、こういうふうに考えると日本人の視力は下がってるようにも見えるよね。ところがですね、まあ、日本人含めて世界中の人の視力は下がってるようにも見えるけどもしかしその強制視力 眼鏡をかけた視力でいうと昔より絶対に上がってんだよ。 つまり、あのん、ー、だろうなアフリカに住んでる人は視力5.0とかあと南米の,あのアンデス山脈の方のひつ羊飼いって視力がなんか20ぐらいあるんだよね。山の向こうの方の羊の数数えるから視力20ぐらいあるって言われるんだけどもそれは一番健康な目のいい男性のトップの視力であってその部族全員の視力で見てみるとみんなやっぱり明かりのないところで無理して暮らしたりして。 してるもんだから年取ると極端に視力が下がってくるんだよ。だからおまけにメガネもあんまり普及してないから、裸眼視力でいうとその部族全体の平均視力でいうとすごい低い。ただ健康な時で測ると20ぐらいあるという潜在力があると。でそれに比べて今はそのトップの人の視力はもちろん多分もう20とかないんだけども、平均の強制視力っていうのはみんな0.6とか0.8ぐらいあると思うよね。 僕もあのこれ強制視力で0.8か0.9ぐらいなんだけども、まあ、老眼が進んでてもこれぐらいでつまりリモコンの数字ぐらいだったら眼鏡なくてもなんとか見えるぐらいなんだよね今の老眼の進行度っていうのは。でまあ眼鏡かけてりゃまあ本も読めるし何でもできますというぐらいなんだけども強制視力で考えるとじゃあ人類はその何ですかね 視力が良くなったとも言えるわけだよな。で、全部ひっくるめると、もともと人類っていうのは、1000年前と今と比べると視力が良くなったでしょうかというと、多分、今の言ったことを全部ひっくるめると、あんまり変わらないということになると僕は思いますよ。強制視力も含めて。で、頭の良さも同じようなもんで。山ムチャさんが言っているように、最近の若い人は頭があのいいか、もしくはどんどん悪くなっているのかというと、強制 知力と言っていいのかな。そのネットで調べてなんか知ってることをあーっと述べるとその回、知らないことは全く知らないし調べようとも思わないっていうのを含めてのされたメガネで強制されたた視力みたいなもんだよね。同じようにネットで強制された自分の知力とかあの考える力とか知識力とかっていうのを全部ひっくるめると案外変わんないんじゃないのかなと思うんだよ。 このメガネという発明で人類がどれぐらい視力良くなったのかっていうと実はそんなに劇的に変わったわけではないっていうのを含めるとネットの知識っていうのはもちろんその本とかそういうふうなところがないところには福音なんだけども情報が既にあるような日本みたいな場所においてはそんなにメリットがあんまり感じられなくなってくるぐらいのもんだというふうに思う。つまり 眼鏡か,かけてることによってどん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 遠視が進みますとか老眼が進みますと,かというのと同じようにネットを使いこなすことによってどん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 自分の考える習慣が失われます考える習慣を失われるんだけどもそもそも考える必要考えるという能力の必要がどんぐらいあるのかって話になってくると思うんだよ。まあ、山ちゃんさん、んそういういいい話大丈夫でしょこんな問かかけするぐらいだから。だ といいう能力が人間にはどれぐらい必要なのかと。例えばその重いものを持ち上げるとか重い荷物を引っ張るという筋肉の力というのはかつての人間には絶対必要でそれがないと生き残れないと1日に5時間6時間歩ける能力っていうのはかつては絶対必要だったんだけども今はそんなの必要としないじゃん。それと同じように自分で考えて推論を立ててものをなんか決めていくっていう能力って 今必要とあんまりされないわけですよ。だから、あの筋肉の能力とか運動能力がどんどんスポーツになっていったように、考えるっていうのもスポーツと同じような高級な趣味になっていくと思うんだよね。あの金持ちの子ってスキーとかサーフィンとか意外な遊びを子供の頃からしてて、当たり前の子って多いじゃん。で、同じように考えるっていう趣味もインテリの 家庭の間では当たり前ににになななななっていいいいくようう時代になるんじゃないかなというふうに思います、えー。だから僕の回答は最近の子供は頭が悪くなっていってで社会が衰退し質の悪い国になってしまうとヤムチャさんは思うのに対して僕は、えー、いやいやどん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 その脳とか考えることに対する強制器具が増えていくので、まあ、相対的には変わんないんだけども少なくとも考えるっていうのは より趣味化して、スポーツのようにエリートな遊びになっていくのであんまりあの流行らない遊びになっていくんだろうなというふうに思います。